日夏ゆり会は、日本の女優である。新漢字表記、日夏ゆり恵。本名、水野千代子、旧芸名、日夏ゆり恵、日夏ゆり恵。1920年代末の小竹蒲田撮影所に、わずかに在籍した、新劇出身の主演女優、第一期準幹部女優である。1906年1月、高知県高知市に生まれる、坪内商用の、 文芸協会出身の新劇俳優、佐々木つもるに支持、満20歳になった1926年、青い鳥劇団によるウィリアム・シェイクスピアの儀曲、ハムレットの公演で、初舞台を踏む。同年5月、山本雄三の儀曲、生命の冠の上演には、佐々木つもる、古京公、佐々木つもるの娘、夏川静らと共に出演している。この頃の芸名は、ひなつゆりで、 同年には、伊藤大輔の伊藤映画研究所が、直樹33の連合映画芸術家協会と共同制作した、三上乙吉の同年の小説の映画化、日輪前編に、夏川静と共に出演した記録が見られる。同年9月には、村山智義が、自らの儀曲、兄を罰せよを上演する際に、佐々木から日月を借り受け、出演させている。 翌1927年には、直樹を支援した、牧野正造と連帯した、高松と四次郎が主催する高松あずまプロダクションが、制作した日本の時代劇に、日夏つゆりえの名で出演した記録がある。同年4月には、アプトン・シンクレアの儀曲、二階の男の青い鳥劇団の公演で、ヘレン・オースティンを演じた。満22歳となった1928年、 井上正夫の紹介で、松竹蒲田撮影所に入社、日夏ゆりかいと改名して、島津康次郎の監督作品に多く出演した。島津監督の春開くでは主演、小津康次郎が監督した、カボチ屋で主役の斉藤達夫の妻を演じ、清水博監督の山彦では、主役の川原忠二の妻を演じた。同年に発行された、 日本映画俳優名館昭和4年版には入社前に井上の指導で1年間程度劇場に出演していた胸の記述があり他には趣味は社交ダンスと水泳住居は深鎌田町小竹キネマ鎌田スタジオと記されている翌1929年1月8日には小竹キネマが新しく導入した小竹は日夏の活躍を期待したが 同年4月27日、二23歳の時に公開された、島津監督による春の歌以降の出演記録は見当たらず、その後の消息も不明である。陶器作品への出演は一作もなく、出演作品はすべてサイレント映画であった。没年不詳。宝の山のスチル写真、二23歳。左、ひなつ、右、小林19に。 すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは特に1940年代以前の作品についてはほぼ現存しないフィルムである。下記の通りである。すべて制作は 松竹鎌田撮影所、すべて配給は、松竹キネマ、すべてサイレント映画、すべて日夏ゆりかい名義である。ありがとうございます。